BTRFS は Linux 向けのコピーオンライトのファイルシステムで Oracle によって2007年に発表され GNU ゼネラルパブリックライセンスの下で公開されている。BTRFS は ZFS ファイルシステムの影響を受けて開発されスナップショットやコピーオンライトの機能を持ち他の Linux ファイルシステムが現在持っている多くの制約を受けないことが期待されている。 エクスト3とエクスト4ファイルシステムの開発者、セオドアツオーは、BTRFS には、ライザー3、4にあったのと同じ設計上のアイディアがいくつかあると言った。オラクルにおける、Linux カーネル開発のディレクタで、BTRFS の開発者であるクリス・メイソンは、主な目標は将来利用できるようになるストレージに、対して Linux がスケールするようにすることだ。 スケールはストレージに対処することについてだけではなく人々に何が使われているのかを見せ信頼性を高める綺麗なインターフェースでそれを管理し運営できる手段でもあるといった2009年1月に BTRFS はメインラインの Linux カーネルの 2.629RC1 プレリリースにマージされたが当時は試験的な位置づけであり 商用的な利用ができる状態ではなかった。また、ディスク上のフォーマットが確定しておらず、テスト以外の目的でユーザーが使うべきではないとされた。2.631以降は、広報互換性のある形でしか変更していない。2015年には、n u リマックスエンタープライズサーバー12のデフォルトのファイルシステムとして採用された。一方、 レッドハットエンタープライズリナックスでは、レッドハットエンタープライズリナックス6で、技術プレビューとして、BTRFS のサポートが導入されていたが、サポートは、レル 7K で終了し、レル8以降ではサポートが行われないことが、公表されている。開発中のリアクトスは BTRFS 対応を、目指しており、2018年11月6日リリースの0.4、10より、 BTRFS システムドライブより起動可能になると対応が進みつつある。BTRFS ファイルシステムの使用情報の例、BTRFS は対障害性、修復機能や容易な管理に焦点を合わせている。BTRFS は以下の特徴を実装している。以下の機能が開発中もしくは開発予定。BTRFS 自体は分散つまり、 ネットワークファイルシステムにするネイティブな特徴を持たないが、Oracle は CRFS という特に BTRFS 上のネットワークストレージ向けに設計され最適化されたネットワークファイルシステムプロトコルを実装し始めた。ありがとうございます。